必殺シュートドラゴンズテイル。どうもよかち専門チャンネルです。稲妻イレブン5ギャラクシーで、ね、ケータに続きフミちゃんもですね仲間にすることができるんで、ちょっとね先にそれやっていこうかなと。でその後ストーリーも進めていこうかなと思うんですけど、フミちゃんがこちらですね。条件があって、噂のゲーム機、そしてアクセサリーの話題、あともう2つあるんだけど、プラス紫色のコイン使ってどうもゲットできるということですね。でですね、ちょっと話題を、アクセサリーの話題を入手しに行こうかなと。サッカーガーデン中央広場、この辺の人に話したらアクセサリーの話題を聞けるかもしれないってことね。今エピソード4なんだけど、ちょっとエピソード5、6と、あ、これバトルのやつだ。ちょっと本編も進めていきたいんだよな。あ、この子や、めちゃ怪しくない？このイヤリングいいと思わない？ちっちゃいけど、これがあるだけで全然印象変わるんだ。アクセサリーの話しとる。力説したらなんか喉乾いちゃった。アクセサリーの話題を手に入れましたと。ほいで、さっきのお姉さんのところに話しかけたらいいんだよね。これでフミちゃん、仲間にできるってことやな。楽しみなアニメの話題、恐ろしい幽霊の話題と。この後半2つ、条件3、4はケータと同じなんだけどね。で、絆っこい2枚使って手に入れまーす。今すぐ召喚。すると、稲妻イレブンの、このジャパンの代表のユニフォームを着たフミちゃんが仲間に。ユニフォーム似合ってんじゃん。こちらです。じゃあ、ちょっとアップで見とく。これだよ、これだよ。なんかちょっと背高く見えるな。長ズボン履いてんの珍しくないフミちゃん。試合の時は半ズボンになるかなと思うんやけどね。ホームエリアの受付ゲート、なんだここに何があるというんだ。そこで待て、黒岩監督、何をしようとして。地下道、地下で一体何が待ち受けているのか。しかも最先端のこれが秘密基地的なところなのか。黒岩監督、なんもないね。およよよよよよよ、真っ暗。なんだこりゃ、どうなってんのこれ。瞬間色ですか。バーチャルの世界かな。これはホログラムだ。全部映像ってことは。そうだ、だがただの映像ではない。脳に信号を送り、本物と全く同じ感覚が再現。にゃ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 。ここで特訓、私の作らせた特訓場、ブラックルーム。ブラックルーム？ここで特訓すれば必ずパワーアップできるね。みんな、やってみよう。早速ブラックルームで特訓してみましょう。起動。メンバー誰にするのか。ここはとりあえずフミちゃんだよね。フミちゃんを特訓したい。500ポイントなかなか使うね。トレーニングスタート。どうするんだろう。トレーニングがスタートしたら A ボタンでスロットを決める。スロットの経過に応じてトレーニングポイントが決まる。なんじゃこれ、なんじゃフミちゃんなんかでかくね。雪だるま、なんか SS やってるけど。成功するのかフミちゃん。トレーニング大成功。フミちゃんのトレーニング大成功。キックこれでアップする。Kタッチもトレーニングしときましょう。Kタッチトレーニングはさっきの雪だるまやってみよっか。頑張れ Kタ、スタート。雪だるまの頭を持ってトレーニング、成功。ブロック、ブロック力をアップ。フットボールフロンティアインターナショナルビジョン2、ついに決勝戦。紺色のスタジアムでついにアジアの代表が決定します。これで優勝したらアジア代表になるということだよね。エピソード4で、しかもなんかこの試合でもしかしたら UFO が来るかもしれないっていうね。いや、ほんまに結成時はどうなるかと思いましたけど、いよいよ決勝戦。
ですからね。期待しましょう。頑張りましょう。会場には今大会台風の目、ウズベキスタン代表チーム。野生的な攻めが得意だと。すごい髪型だ。盛り上がっちゃって、まぐれで勝ち上がってきた素人集団。まあ、寄せ集めなんだけどね。ただみんなそれぞれのエキスパートではあるよね。勝てるかな、ストームウルフ。ガガーリン監督か、敵は。試合に負けてしまったらまた、あ、セーブしたっけ、したよな。試合に負けちゃったらまたセーブポイントに戻っちゃうんだよな。頑張ろう。引き分けでもダメ。ホーリーロードスタジアムでバトルスタート。はケータッチフミちゃんはもうちょいあれしてからあれしないとな。旅立つ最後の試練言うとるわ。サッカーはチームでやるもの、たとえキーパーであろうとな。個人プレーじゃダメなんだと。息吹の成長がここであるのか。まずこちらからのスタート。キック、後ろに下げた方がいいのかな。敵のブロック固め。技を使ってワンダートラップ。しかし敵のシルクロード。何これ、砂漠。今のは一体砂漠なのか。やば、めっちゃ暴走してる。え、ちょ止めよう止めよう。敵も技を使えば TP がどんどん減っていくはず。トレースプレス、見切った。パス、前線にパース、剣くんにパス。このまま一気に行こうぜ。右に突破、いけるかな。敵のブロック肩。ここはしっかりとボール取っていきたい。先にゴール選手しておきたい。ワンダートラップ、天馬くんのワンダートラップ。ええボール取られてまうやん。俺たちは負けるわけにはいかない。ストアさせないよ。ディフェンスが間に合わねえ。先に点取られてしまうってこと。シルクロード、眩しい。砂漠の日差し眩しい。大した自信でな、だが勝つのは俺たちだ。ゴール決められてしまうのがゴールドフィーバー。金が出てきたぞ。ゴールドラッシュ的なワイルドダンク V4。 赤ー入れてもらう。入れられて戻る。そんなバカな、なぜ止められないんだ。俺はとっくにパワーアップしたはずなのに。もともとバスケでなんか一匹狼やったみたいだけどね。いぶきくん、いぶき、俺はいつでもここにいる。俺を使え。だから早く気づくんだ。サッカーはチームで一つだということを。剣くんかな、やっぱり。剣くんは、あれ、まさかの前半戦1点いられて終了。嘘だろ。私また自分が活躍することばかり考えちゃったの。見ない。さくらちゃんは本当にね、ちょっとワンマンプレイが乱すところであるけど。これ、いぶきくんも覚醒しないと。バスケ部時代、めっちゃイケメン。俺にかなうやついなかった。いつも俺が点を決め、チームは連戦連勝。だがある時からおかしくなった。ボールを回せだと。自分勝手もいい加減しろ。バスケはお前一人でプレイしてんじゃねえぞ。悪いな、俺は誰の指図も受けないみたいな。俺についてくるのがお前ら凡人選手の役目。俺のペースについてこられるよう努力するんだよね。ちょっと生意気やったよな。それからチームは勝てなくなった。チームがバラバラになったってことやな。才能が埋もれてしまったと。ここで気づかないと。違ってた、勝てなくなったのはあいつらが下手だったからじゃない。俺さえいれば勝てると思い込んでた。俺のせいだったんだ。俺はまだとんでもない勘違いをしてしまっていたのか。いぶきくんがようやく自分の欠点に気づいたというところで、後半戦スタート。ちょい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 、これどうにもならんじゃね。このハロール、グルル、敵のボールをこの木の葉がゲットだぜ。
全然、どうしたどうしたみんな。スルギ君、このまま行こうぜ。よっしゃー、必殺技行かせていただきます。デスソード行く。デスドロップ。これで決まらんかったらもうどうにもならんってばよー。デスドロップ。決まるか。どうなん？ゴゴゴゴゴゴゴ。弾いてゴール。ようやく剣くんの1点入ったぜ。後半戦。8分が経過。1対1同点。アドバンスゲージマックス。これ逆転しないと。そうそう決めてやるザル。来るぞ、みんな止めろ。いぶきくん頑張れ。いぶき、お前にとってのいいプレーとはその手でボールを取ることなのか。で、前言うとったわけよ、いぶきくんが。もしかしてあの時、振動が言いたかったことは。いぶき、言ったぞ。頼む。防いでくれ。フルパワー来とるけど、みたいな。さくらちゃん、抜かれてしまう。このはちゃん、必殺技使っても多分、止めれないから、抜かれるわなぁと。そして、いぶき。頼んますわ。もう一点いただくぜ、ザルキーパー。いぶき、止めれるのかさするか。新たな必殺技を生み出すのか。パンチング、まだボールは生きてる、もう一度。なんじゃこれ。ゴールドフィーバー。地面にめり込んで、ブブブン。グッ。ダメだ、あの対戦から止められない。先導、え、先導、頼む、いぶき。ああ、わかった。二人の協力プレイがここで見られるということは、対立していた二人が、パワーダウン。これなら止めれる。ライジングスラッシュ。何これ、なんか爪のようなものが出てきたね。いぶきは新たな必殺技を。ようやくわかった。サッカーは一人じゃないってこと。ワンフォーオール、オールフォーワン。最初から分かっていたさ。それくらいのことは。嘘やー。分かってへんかってやん。ライジングスラッシュを覚えた。あのいぶきが頼むなんて言うとはな。なあお前たち、せっかくここまで来たんだ。勝とうぜ。やっぱゴールキーパー後ろからみんなをこう援護するっていうかさ、モチベーション士気を上げていくっていうことが大事やな。いぶきには負けてられないぜ。人を信頼してプレイするってわけか。裏切られた時の失望感がどれだけ大きいか分かってないけど。またタギがなんかこう、ちょっとさ、余計なこと言うのよね。今の稲妻ジャパンならこれができるはず。前線ボールを繋ぐんだ。神のタクト、ファイヤーイリュージョン。なんじゃなんじゃなんじゃ。みんなでボールを繋いで前線へ。やった、できた。必殺タクティクス、神のタクト F1。 頼むぜキャプテン。このボール、紡がれたこのボール、決して無駄にはしない。必殺シュート、マッハウィン。音速で決める。天馬くん、キャプテン決められることができるのがマッハウィンドかい。どやどやどや、うん、弾かれとるやないかーい。またたき。そして、つるぎくん。つるぎがなんかもう、どうしたよ。司会してくれたらむ。トレースプレス。敵の攻撃は見切った。同じ行動を取る。ここだー。トレースプレス。またたき頼むぜ。つるぎくん頼む。頼んます。ここで決めてみせる。デス、ソード。新デスソード。ブヒュン。
決まるのか。ここで決めないでばーい。ツイストリーチを弾いてゴール。さすがっす剣くん。2対1パース、剣くんにパース。ここは天幕にパスしていった方がいいのか。いや、一人でもいけるんじゃね、一人でもいけんじゃね。もう一点決めてくれ剣くん。デスソード、新デスソード、ズゴン。決まったんじゃね、これ、これ決まったんじゃね。ゴール。これで3対1。ヨッホー、さすがだぜ。残り時間あとわずか、あと2、3分。あ、ここで試合終了。やったね、これでアジア代表なることできたってことだよね。すごい、ようやく優勝。敵の選手が宇宙人だったってことは。ではですね、ふみちゃんの必殺技使っていきましょう。異星人とのバトルでもいいんだけど、異星人が意外と強いから、地球人とバトル。で、まず、作戦立てておかないとだな。ふみちゃん前線に持ってくるメニューで。ふみちゃん今ゴールキーパーだから、いぶきくんとチェンジ。で、さらに前線に持ってくる。これでいきましょう。スタート！先に1点入れた方の勝ち。まず、剣くんがボールカッティング。ズクシ。そして、ふみちゃんにパース。まず、ふみちゃんのドリブル、技。ビューティフルフープ。くる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 ー。フラフープ出して、敵を捕獲。ビューティフルフープ。で、そのまま必殺シュート行きましょう。左へ。シュート行くぞ、ふみちゃん。必殺シュート、ドラゴンズテイル。うわー、ドラゴンの尻尾ぴょん。そしてボール弾いてシュート。入るのか、ふみちゃんのシュート。ゴゴゴゴゴゴゴ、入ってゴー。ふみちゃんの必殺シュート決まったぜ。勝利ポーズかわいい。いや、ふみちゃんも使うとおもろいな。最後のなんかドラゴンズテイルは元々の必殺技というか、秘伝書使ったやつですけどね。はい、ちゅうことで、以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。